昨日さ、釈迦さんとかさ、釈迦、お坊、笹、象先輩でさ、みんなでさ、パチ屋行ってたやん。で、スロット行って、初めて昨日カバネリ打ってさ、ほんで、その後みんなで飯食べて、9時ぐらいから、9時か8時半ぐらいからご飯食べてたんやけど、みんなで2時ぐらいか2時半ぐらいまで話し込んでた。めっちゃ久々に、なんかおもろいメンツで話盛り上がって、なんかまあ、界隈のこととかじゃなく、なんかこういう配信やりたいよねとか、最近こういう漫画おもろいよとか、なんかそういう系の話でいろいろな種類の雑談して、5時間半とか、もうなんかくっちゃべってた。ご飯もあんま、全員焼き鳥屋さん行ったんやけど、6本おまかせ頼んで、ほぼ喋ってた。マダムのアフターヌーンティーみたいな、なんか、こうやってま、なんか女はランチでずっと話して時間潰すんやなってぐらい喋ってた。プンレクの番組でぶらり旅。あ、でもプンレクの番組の撮影は俺今週の金曜日行くよ。ちなみにメイド服はもう買ったしな。コスプレの。ちなみにこの前、ゆうやと買いに行きました。で、俺もうメイド服着たから。ちゃんと試着もしたから。ガーターストッキングみたいのを履いたんやけど、割と履き心地が良かった。思ってるより。なんか、悪い気はしなかったな。ガーターストッキング。マジで、悪い気はしなかった。足の毛剃るん？いや、もう足の毛は剃らない。すね毛は、そのまま放置です。いや、でも、ああいうのは、なんかもう、いやいややるより、逆に吹っ切れて、ノリノリでやった方が、楽しいんよな。なんか、ああいうので、マジで嫌やはずえ、みたいなやるより、もうなんか、それ自体を楽しもうっていうマインドでやった方が、絶対面白いから、ちょっとそういうマインドでいったら、マジで面白かった。T シャツいいですね。これいいよな。Aim with Pride。これさ、ゼータからもらった服の中で一番好きなのな。このスウェットみたいなやつ。なんかリドルもスウェット出してんねんけど、てか俺はスウェットが好きやからスウェット出していこうって思ってる。なんかパーカーも良くない？もうパーカーばっかやん。いろんなとこが。俺スウェット需要はあると思うねんな。タンブラーはね、無理です。みんなには言えないけど、桜のタンブラーの利益ほんまに終わってる。小学生のお小遣いぐらいの利益しか出てないからな、ちなみに。全部売り切って。いや、これガチやで。なんなら小学生のお小遣いより少ないぐらいの利益しか出てないからね。あれ。利益率くっそ悪い。なんか保温のちゃんとしたやつにしたいな、桜のやつ。で、まあ、ぶっちゃけ、4000円とか、で、売ったら利益は出てた。でも、タンブラー4000なんか、バケモンやん。バカやん。だから2000円ちょっと言ったやん、あれ。まあ、利益はマジで出てない、あれは。まあ、もうちょい、まあ、だからまあ、ビジネスやからさ、利益が出るやつにしようかなとは思ってる。タンブラーじゃなくてもコップとか。こういうタンブラーはやっぱ高いやん。こういうのね。これ、ロジからもらったやつやねんけどさ。これ、タンブラーとかやっぱ保温もあるし、高いんよ。だから、これはお酒のグラスやけど、まあ、こういう感じじゃなくて、もう普通のこういう透明なグラス。とか、マグカップとか、そういうのにしようかなと思う。それでもいいよな、別に。ちょっとデカめのマグカップとかでもいいしな。自分のグッズね、なんか、興味ないよな、俺グッズ出すのそこまで。あんまなんか自分のグッズが欲しいって思わん。自分のグッズより自分のチームのグッズでいいや、俺は。自分のチームから出るグッズ、自分のグッズみたいな感覚で売ってるから、なんかそこが多分違いかも。自分のグッズはあんま出さない。俺のアクスタなんかいらんやろ。なんだ俺のアクリルスタンドって。誰が欲しいん？意味不明や。いらんって。これのステッカー欲しい。それはワンチャン作るのありやな。それのステッカー作るか。いや、そういうのやったらいいや。てかもうクソみたいな商売しようかな。リドルのグッズ買ったら、ボドカの証明写真ついてくるみたいな。普段使いできるようなこういう感じのスウェットとか T シャツに VDK の免許ステッカーがついてくるみたいな。それにするわ。
ステッカー 4×3 センチで出してくれ。おい、はんなよ、それ履歴書に。それ履歴書のサイズやん。あ、でも俺あれやで。俺だからこの髪型で、就活の時も写真撮ってるから、俺これの、もうちょいなんか、高青年っぽい感じの、犯罪者感が抜けた顔で撮ってるよ。あ、髭剃って。髭こうやって剃った状態で就活してたよ。お前髭なんか生やして就活はバケモンでしょ。業界的に。就活って特に何意識して頑張りましたか？なんやろうな、俺。まあでも、他人との差別化はすげえ意識してやったな。俺就活の時に俺 YouTube やってたやん、もともと。でも YouTube やってましたっていうのは恥ずいから、Google のアフィリエイトでっていう話をしてたよ。全部の企業に。で、アフィリエイトとかの収入のやつって、まだ企業もどういうものかっていうのはあんまり理解してない時やったから。だから、その時にあった Google のアナリティクスの数字を、面接の時に言って、で、まあ、そういうので、顧客のニーズに応えるための、まあこういうビューを取るためには、まあ言うたら消費者が何を求めてるかを考えながら制作をしていくとか、記事を書くみたいのがすごい重要になってくるから。だからそういうとこをすごい自分の中で分析しながらやって、こういう数字を出しましたみたいな感じの話をすげえして、まあそれで明らかに他の人たちよりはちっとはもう明らか差別が図れてたね。全然違う話。私は大学時代になんか何々を頑張ってみたいな、まあなんかもう海外留学とかしてるやつもめちゃくちゃおったけど、まあでもやっぱ興味を持ってもらえた。どの企業でもすごい前のめりに話は聞いてもらえて、なんかどういうことしてたのみたいな。まあゲームとは言わなかったけど、まあだから俺は比較的人と違うことを就活中に話せたから、感触はすげえ良かった。まあ就活もちゃんとやってたしな。これそのゲームやってるやつあるあるで、就活マジで終わる間際に始めるみたいなバカいるけど、俺そうじゃなくてもう用意ドンの前からやってたから、ちゃんと。なんかあんまり困んなかったな、就活は。インターン行ってないよ俺。インターン行く時間あったら俺動画投稿したかったから、俺毎日投稿してたからさ、昔。インターンシップなんか行ってる暇なかったよな。まあインターンから就活はどうのこうのなんか始まってるとか言われてたけど、うん、結局別にインターンで取るやつもいれば、インターンじゃないとこからも取るし、別にいいやと思って。しょうもないなと思って。そのインターンで媚び打って、なんかやるの。OB、OG、ほんま、それも言ってない。してない。マジしな、どうなんやろ、なんか、俺なんか昔から謎の自信があったから、そんなもんしなくても大丈夫って思い込んでたよな。だから、なんかそういうなんか、よくわからん、媚び売り訪問みたいなの全くしてない。まあ明らかになんか話す内容が人と違うし、被らんなっていうのは、まあ当時は分かってたから、分かりきってたから、他にやってる人がいなかったから。まあ、俺、あと人前で喋るの好きやったからね。生徒会もやってたし、大学の授業の超でかいホールで、大学1年生に向けて、教授に言われてなんかいろいろ喋るのも、やってたから。昔から多分目立ちたがりやなんやね。まあ、配信者って目立ちたがりやけど、俺、めちゃくちゃ目立ちたがりやから、前に出んのめっちゃ好きやったよな。前に出て喋るの。グループディスカッションみたいなやつとかも、最後ディスカッションした内容を話すとかあるやん。なんか会社の就活とかでも。なんかそういうのも俺がやるよ、つってやってたから。まあ、壇上に上がる前とかはすげえ緊張するけどな、さすがに。でもなんか普段から俺こういうことを聞かれたら、俺なんかその妄想癖みたいのがあって、まあインタビューでこういうこと聞かれたらこう答えようとか、風呂の中とかでめっちゃなんか一人でブツ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 言ってる時あんねんな。なんかちょっと変なんやけど、それに関しては。普段からめっちゃやってんな。散歩の時とかめっちゃやってる。これ聞かれたらこういう言い回しで言ったら多分いいな、みたいな感じの話を頭の中でずーっと考えながらやってる。だから俺結構そういう妄想が好きやから、例えば自分がマツコ会議に出た時にこれを聞かれたらこう答えよう、みたいなことも俺妄想してイメトレしてるからね。
俺マツコ会議出た時俺どうしようみたいな、俺もう頭の中でちゃんとバーって組み立ててるからね。いやでもなんかそういう妄想を無限にしておくと、それに近しい状況が来た時に、その妄想上で言ってた言葉がブワーって出てくるんよ。だから楽しい。普段からそういうのやってると、そう、対応できる引き出しめちゃくちゃ増える、それやると。まあ、なんかそのイメージトレーニングはすげえ大事、超おすすめです。